今回は、アクシストリート入荷したので紹介していきます。まず外装の状態から確認していきます。車両の右側ですね、メインに若干傷がございます。まずフロント部分と、そこの樹脂パーツの部分ですね、に擦り傷ございます。サイドとリア周りは比較的綺麗な状態ですが、マフラーのヒートガードにも若干傷がございます。続いて車両の左側なんですが、左側目立つ傷などはなく綺麗な状態です。続いてカスタムパーツなんですが、ナックルバイザーついてます。でそれから、リアボックスですね、こちらも付属してます。ちょっと動画だと分かりづらいと思うんですが、容量はこれぐらい、フルフェイスは入りそうですね。鍵も2つ付属してます。気になる走行距離なんですが、9595キロ、まだ1万キロ行ってない車両になりますので、まだまだ走っていける車両となってます。現在福岡店に展示しておりますので、気になる方はご来店ください。お待ちしております。